給与明細チャンネルです。今回は兵庫県の自動車学校の教官正社員2年目34歳の給与明細です。仕事内容は自動車学校などの教習所で運転技術や知識を教える教官です。指導員が生徒に行う指導は大きく分けて2つのものがあり、一緒に教習用の車に乗って直接指導する技能教習、車の運転や道路交通に関するルールを座学で教える学科教習。どちらか一方だけではなく、両方の指導をバランスよく行うことが指導員には求められています。免許取得者が多い普通自動車や二輪車以外にバスやショベルカーなどの特殊な車両の教習を行うこともあります。必要な資格やスキルは21歳以上で教習指導員資格、指導する車種の自動車免許。ただし運転免許証を所持していても例外的に不適格とみなされる場合もあります。収入は年収で300万前後です。教官は免許を取得し交通社会に送り出す重要な責任があります。国家資格やいろんな車種の免許など必要な資格も多いです。初めからできる人はいません。できないからこそ、目標に向かって人は努力し、練習を積み重ね、そして成長することにより結果に現れる。今日も一緒に頑張ろうと書かれた名札を下げ、日々の成長を一番に感じられることがこの仕事のやりがいです。以上で紹介を終わります。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。